あの TikTok も更新したし Twitter も更新したんで、あの見てください、みんないいね押してくださいね。明日入りますか？夜ですね。なるほど、覚えました。なんかツイッターのやつね、大喜利っぽくね言ってもらおうと思ったらみんなガチで答えるからさあ、そういう感じと思って、大喜利って書けばよかったと思って。でもおもろいコメントもあって嬉しかったですすごそうだ、あのね暖房つけてるから大丈夫です。セルジュルタンス星ありが、ハートありがとう。もう全然違うんですけどそうだからみんなもしおもろいコメントが思いついたら送ってください。待ってます。ジュンジュン決勝ありがとう。このカチューシャ可愛いよね、マジでめっちゃ可愛い。一目惚れした。なんかね水色と迷ったんだけどこれにしました。もち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 だよ。はじめまして、初見さん。あ、やばい、何グラ考えてなかったでもまだ大丈夫だな、明日とかにしようかな。ぽっちゃんありがとう。一緒の持ってマジでこれかわいいよね。じゅんじゅんありがとう。これはあのこないだ行った時に買ったんじゃなくて結構前に買いました。そう、スノーマンありがとう。欲しい、一人たくさん押して一つも、どういうことどういうこと、全部いいの、おさおさ欲しいたら一人一つしようにしよう、一人、あーなるほどね。え、どういうこと、あの TikTok のいいねは全員押そうと思います。なんか Twitter はなんかね、あのなんか押してない人がいたらやっぱなんかこうね嫌だって思う方もいるかもしれないのでちょっと押さんときますねそう、 TikTok はたまにコメントも返したりしてるので、そうおもろいコメント送ってください。ぜひ、小山さんありがとう。目が6つ？あ、1234567878、あれ ?123456、 あ、なるほどね。夜2人で、お、最善だって、楽しみにしてます。そうだからツイッターはあのちょっとね全員に押せなくなってしまうので、なんかありがたいことにたくさんの方がねツイッターで私が紹介した食べ物をしてくれるので、あの見てるんですけど、あのいいね押すとね、あの押せてない人とかもいるのでね、あのもう間に合わなくなっちゃってそうなんでちょっと見ますけど、見るけど、あの TikTok とかなら返すのでね。そう、全部はね、あの1日ね、あのいいね押せなかった日はもうねたまりにたまってしまうので、ちょっと不平等になってしまうのでね、ツイッターはちょっと一旦、あの公演終わってから嬉しいなんかコメントとかあったらいいねしちゃうかもしれないですフ
え、そう、そう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 、マジで。やっぱり前髪またまたさ、あの言うこと聞いてないんだけど、そう、人気にあった、あのモツカツが人気になってくれて嬉しいです。みんなもっとしてくださいね。あのしてくれてる方はちゃんと覚えてるんで。いい塩さん似てませんえ、嘘、初めて言われたよそんなの。そう、公演後のね、あのなんか例えば、例えばだよ、例えばあのなんか感想とかぜひ送ってくれたら嬉しい。コメントは嬉しい、コメントと言いますか、あのいいねって思ったらいいねをしますやりたいように。お、優しい。あのね、公演終わった後ってやっぱツイッター見るじゃないですか。それでみんなからのこう感想をいち早く知りたいので、みんなぜひちょっとでも書いてください、なんかつぶやいてください。いや、頭どうしたって言われて、なんか頭悪いみたいやん。感想ツイートみんな待ってますよ、明日とか特に。あのちゃんと見に行きますから、皆さんのあのハッシュタグ、あ、私のことメンションしてくれてもいいし、ハッシュタグ浅尾桃花をつけてツイートしてくれてもいいし、なんで見に行きますね、みんなのところ。あ、そうそうそう、例そんな感じです。いやでもあの下手だったとか書かないでくださいよDM 見てみて感想もちろんぜひ書いてください。マジで公演終わった後に感想書いてあるとめちゃくちゃ嬉しいんですよ。そう、終わった後の余韻とか書いてくださいね。エンドロール好き、マジで、やった、エンドロールね。あのね、エンドロールね私も最近好きなんですよ、何気に。昔はなんか自分なんでエンドロールなんだろうとか思ってめちゃくちゃ病んでた時期もあったんですけど、なんか 今思ったらなんかめっちゃエンドロール好きなんだけどと思ってそう、今日のファッションの見どころ、なんか本当はパーカー着てたんですよ、これ。 今さっき脱いだんですけど、これパーカー着てて、キャパーカーで過ごしてたんですけど、あの中にこれ半袖着てて、レッスン着として使ってるんですけど、黒のちょっと ぴったりはしてないか、そういい感じの服なんです、これ結構気に入ってる。そう、みんな褒めてくださいね、褒められて伸びるタイプなので。ね、バナナもいいよね、またなんか久々にするからいい、なんか両方そうだけどさ、この間までさバナナがさなんか多くて、たまにエンドロールみたいな感じだったから、なんかそういうのが交代交代に来るとみんな楽しめそうですよね。マジダンスして大きく見えるってありがとうございます、嬉しいないや、なんか大きいダンスってどうやってするんだろうってめっちゃ研究してるんですよね最近。今日もね、たくさんね、レイさんにね質問して教えていただいたんで、そう、頑張っていこうと思います。そう、なんか今日久々になんかあのダンスの先生と一緒にあの定点映像見てたんですよ、エンドロールので、ここ早いとかめっちゃ教えてもらって、でもなんか自分定点映像見てるっていつももう下手くそすぎて見たくなくなるんですけど、なんか
エンドロール、ここ上手くなったねとか言われるともう本当嬉しくなっちゃってマジでマジですかとか言ってめっちゃ喜んでました今日。そう、そうバナナも結構やってましたもんね最初の方とかは。最近あのエンドロールとかが多かったりするんで、なんか毎回もしウィルビーアイドル公演今回は当たったって思った方は楽しみにしてきてください。 どっちのユニットか。そうね、クリスマスのカチューシャなんてあるんですか。つけたい。今肘がカサカサすぎるから保湿クリームつけてます。したらどうで言えませんよ、みんな楽しみにしてるからね。ちょっとさ、ちょっと待ってください。今ね肘がカサカサだから塗ってる。塗り塗りしました。ぽっちゃんありがとう。ペコちゃんハートありがとう。ペタイムもありがとう。エンドロールとバナナ、でもなんか自分が似合うのはバナナだと思ってるけど、やっぱなんか大阪魂とかやって最近公演やってるから、そのなんだろうな、かっこいい表情の研究ができるのはエンドロールだなと思うと、今はエンドロールが必要なのかなとも思います。ゆゆハートありがとう。うちふわマジ最近仲良しですえ、マジで昨日足くじいた。もうこの話ねもごめに書いたので、あのもごめも撮ってる人は知ってると思うんですけど、めちゃくちゃ恥ずかしかった話なんですよ。ペコちゃんありがとう。お花、あの今日ねちょっともごめに詳しく書こうと思うんですけど、あのね、ワカポンさんがめちゃくちゃ優しかったっていうお話をしたいんですよ。マジでね優しすぎてもう天使かと思いました。私はワカポンさん優しいよ。なんかいつもワカポンさんってちょっと縁の下の力持ち的な存在だと思ってたんですよ。なんかあのなんて言うんですかね、ワカポンさんはなんか静かに支えてくれるイメージがあって、あんまりこうなんか声をかけるというよりかは私がこう頑張ってるのをこう横で見とくお母さんみたいな感じかなとか思ってたんですけど、そう見守る、そう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 見守るタイプだと思ってたんですけど、今日はちょっとねいろいろアドバイスというか、あの慰めてくれたので、慰めっていうのかな、優しい声言葉をかけてくださったので元気になりました。レイさんもねめちゃくちゃ優しいので大好きですマジで、それな、それな、昨日の配信めっちゃまとめられてたマジでそれな、おもろいから嬉しい。でもシンゴありがとう。マジで惚れかけました。もうレイさんがワカポンさん好きな理由もわかるし、ワカポンさんがレイさん好きな理由もめちゃくちゃわかるんですよ。だから仲介役の妹みたいな感じのポジションでいたいですね。あの両方とも好き好きってしたいそう、めっちゃ優しい、マジで
当にそう、あの二人最強ですね多分え、マジで優しすぎる。私は結構全部ねこうきなんか怒られたというか、あんまりこうなんか全部こうやって心に入れちゃうので、こっちからこっちにね流すことも大事なのかなと思いました。最近先輩のお話とかを聞いてて、そうレイさんが今日頭ポンポンってしてくれたんですよ、マジでこれ本当だからね。なんかいつもさ、私さレイさんの話ばっかりしてさ、なんかあの自分の名前で誤差するとさレイさんの名前出てくるようになったんですけどどうしようもうレイさんさ、なんかもっちゃんショールームでずっと私のこと話してるとか思われたらどうしようマジで。そうかっこよかったマジで、もうね釘付けです。ココナさんってエピソードか、ココナさんか、年内中に遊ぼうっていう約束をしました。ココナさんとのエピソード結構モモメとかで話してるんですよね。もう遊んだらたくさん話しますね、マジでね。あのねこうやって推しが増えていくんだなと思いました推しと言いますか、ご飯行くかな、遊ぶってなったら一番かっこいい先輩、え、もうレイさんです。レイさんがかっこいいです一番。なんかその推しとかじゃないんですよ、みんなが言うこう好きな先輩とかじゃなくて、もう本当にねかっこいいんですよ、かっこいい。そうみんなそうやって DD とか言わないでください違うよ。え、でもなんか本当に私は優しくされたらあのコロッといっちゃうというか、あー好きってなっちゃうので、あの結構多分落ちやすいと思うんですけど、最近本当にレイさんにこれかけているので、そろそろあのレイさんちょっとブレーキかけてもらおうな、マジで惚れてしまいます。ちょっと緊張するようになっちゃったんですよ、かわいいと思ってどうしよう。もう本当にねかっこいいしかわいいし、いやマジでかっこいい話してるよね最近。マイティがかっこいいとかレイさんがかっこいいとか、え、そうそうマジで NNB っていろんなタイプいるからさ、いろんなタイプで好きな人ができちゃうんですよマジで。なきで彼女、彼女ミユしかいないでしょもうミユしかいないよ。ちょっとフーは私扱えないですね、ちょっと彼女にしたらマイペースすぎるから。私結構こうたまに寝坊とかしちゃうんですけど、結構ね私時間に厳しいタイプの人なのかな。え、なんかこう言うとみんなイメージ変わっちゃうかな。なんか結構もしなんか遊ぶ約束とかいたら、あ、約束とかしてたらなんか10分前に到着したりしちゃうから、ちょっと遅刻されたらねちょっとね怒っちゃうかもしらんそうユニバはもうあれはちょっとしょうがないですね、マジで。そう私結構早く来ちゃうんで、そう、え、そう時間もっとなんか
遅く来てさ、お待たせとかしたいんですけど、私いつも早く来ちゃうからさ、ミュとかと約束しててもさ、なんかお待たせとか言いたいんですよ私も。そう、なんか例えばヘアカットの予約とか取ったとしてもめっちゃ早く着いたりしちゃうからいやたまにはもちろんあるんですよ私も。だからあんまり人のことは言えないんですけど、そうたまにはいいんですよ。何分遅刻までなら許せる？私がじゃあ10分前に着いたとしましょう。5時約束で4時50分に着いたとして、5時になります、あまだ来ないなってなって、ちょっとまだかなってまず LINE します。でまず5分待ちます。ちょっと寒いなと思ってちょっとまだかなってなってきて、ゲージが 50% ぐらいになってきて、私10分ぐらいで耐えられなくなるかも。10分経って来なかったら、えマジでどこいるって言っちゃうマジでどこいるって言っちゃうかも10分遅刻、10分遅刻でちょっとね心配になる。そう10分までかもしれないな。ゆうじょうありがとう。そう私結構電話でしちゃうかも。連絡あったら全然待ちますよ、1時間潰すでも全然いい。連絡なかった時が一番困ると思う。そう連絡ね、そう連絡あれば全然待ちますよ、うん、ほっちゃんありがとう。全然、あ今来たところとかそういうのはまだ言えないです私それいつか行ってみたいなって思ってます。なんかお待たせ、ごめん待たせちゃってって言われた時に、あ全然いいよみたいな、今来たとこだからって行ってみたい。また充電なくなってる、やばいやばい。だからもしみんなが握手会とかに遅刻したら怒りますねその頃にはめっちゃいい子になってるかもしれない。全然待ってないよみたいになってるかも。そうだからみんな遅刻厳禁ですよ、劇場公演とかもですけど。みんなだから お話し会とかでさ、朝寝坊しないでねって言っても寝坊する人とかいるじゃないですか。そうだからもうねオールしましょう、みんなオールオール、一緒にオールしようじゃマジで。そうお話し会さ朝早いから私、名前順だと早くて、そうなんでなるべく起きててもらいたいですね。やっぱ話したいじゃないですか、初めて来てくれるって言ってくれたりしたりする方とかはオールしたらね、うち確かに。みんな起きてくださいね、もし次お話し会があった時にもう寝坊した人みんな名前書きますよ、もうメモりますよ、遅刻遅刻って、遅刻届け学校の先生に提出しますね。名前書いてくれるの喜ばないでくださいゆこちゃんありがとう。いや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 、みんなダメですよ。遅延証明書があれば許してあげます。じゃあ
だからみんな遅刻してこないでくださいね。音声トラブルとかだったら全然もう全然いいです。ゆいゆありがとう。みんなだから遅れないでくださいね、お話し会とかは。せっかく私がいろんな服装とかしてるのに見れないで終わっちゃいますよ。そう、それは悲しいので。え、みんな次どんな服装が見たいですか、もしお話し会があったら。なんか次どうなるんだろう、お話し会になるんかな。制服、え、マジで、え、制服ってどうなんですか、みんな見たいんですかね。え、カッパとか絶対しないんですけど、どうしよう。みんな制服見たいんですか。なんかさ、いつも着てるから見たくないんかと思ってた。おお、制服以外とか言ってる。見たい、マジ制服ね、いつも人気だから入れたいんですけど、なんかそう、セーラー、あ、セーラーね、ちょっと参考にさせていただきたいなと思って。みんながどんなものを見たいのか、何でもいいってマジ。ジャージ、マジ、ジブリのコスプレ、あー、ジブリね、チャイナ、うん、いいね、和服、お姉ちゃん、あー、ナース、髪に塗っていいの、制服、あのファミリーマート的な感じのやつですかね。スーツ、あー、スーツ着てみたいな。パジャマ、猫、私服、あ、私服のブランドとか、でもどこだろう、韓国の服が多いかな、結構。最近はグレイルとかでも買うし、 GU とかも買うし、 ZARA とかはお姉ちゃんがよく買ってるからお下がりでもらったりもします。なるほどね、チャイナ服とかまたやりたいですね。やりたいなと思ってるんですけど、また色変えてやりたい。じゃあもうインスタ始めてほしい、マジまだですよ。いやー、来年くらいに始められたらいいですね。スリザリン、マジで、私服、あ、私服も入れたいですね。今回は新しい、まだみんなが見たことのない服にして。え、もう51分、やばっ。ちまちょごり絶対無理じゃん、あれすごいあれなんですよ。やばい、目が痛くなってきた。なるほどね、浴衣とかメイドさん、あー、いいね。ウェディングドレスは絶対無理やん。なるほど、ありがとうございます。ちょっとあの考えときますね。またみんなに投票してもらうかもしれないけど、楽しみ。やっぱこういう時しか見せれないコスプレとかがやっぱみんな人気者ですね。ちょっと調達せな、楽しみなんですね。出すな、出すね。うわー、やば。なんかお話し会のなんかその用具を集めてる時がめっちゃ楽しい。これ何日で、え、ドンキじゃないんですよ私、そう、かぶりたくないからね。おそろコーデ、お、いいね、
楽しみだな。ちょっとワクワクしてきました。いいね。アマゾンでもないんですよ。そうネットです。私服シャッフル。私服シャッフル。アンジュとかになったらマジで絶対似合わなそう。私もうタイプ絶対違うもん。アンジュの私服好きなんですけど自分に合わないからさ、アンジュしかあれは似合わないと思う。見るのも露出露出が、いやーいいですね、そういうのも楽しみ。ちょっと一旦あんまり時間がなさそうなのでランキング読んじゃいます。13位、ゆうゆうありがとう。12位、ほっちゃんありがとう、ありがとう。11位、ゆうじ明日の公演です、期待。お、来てくれるんだね、待ってるよ。ありがとう。10位、ぺこちゃん明日の公演楽しみ、ありがとう、楽しみにしてます。9位、たとえもんありがとう、ありがとう。やばい、目痛い。よし、コンタクトが乾いてきて、なんか暖房つけてるとコンタクトがめっちゃ乾く。8位、ともちん、お褒めて伸ばす、褒めて伸びるタイプなのでたくさん褒めてください。7位、エイジさんありがとう、ありがとう。6位、ケンケンありがとう。5位、スノーマンどんぶらこ研究生ありがとう。このマークなんか工事現場とかにありそうなマークだね。なんて調べたら出てくるんですか。ありがとうございます。4位、シンゴありがとう、ありがとう。3位、ジュンジュンどんぶらみん研究生、もつ鍋、お、もつ鍋担当なら全然空いてますよ。ありがとうございます。2位、おやまさん、お、頑張りますね、 DMM でぜひ見守っといてください。ありがとうございます。1位、じんくん、お、ネガキッス、わ、了解です、わかりました、明日待ってます。ちょ待って、また目痛くなってきた、マジで。あ、初心者マークって言うんだこれ、初めて見たよ。治った、ん、治ってないな。やばい、マジでさ、暖房つけると目の乾燥やばい。え、コンタクト乾燥するよねやっぱり。あ、車についてるやつか、スクショタイム。はい、ありがとうございます。10時まで今日は配信ができたのでよかった、みんな来てくれてありがとうございます。そして明日の昼夜公演よろしくお願いします。それでは今日も配信を見てくださってありがとうございました。バイバーイ、また来てね、バイバーイ、明日みんな待ってますね。